皆さんこんにちは。歯学部1年生から6年生、そして国家試験浪人生、マンツーマン個別指導スクールの東京レンタルスクール岡田です。本日はですね、航空外科の、国語図ですね、ご紹介します。こちら名前の通りですね、舌の部分、ですね、一部分が黒くなってるんですね。そのため患者さんは来院されるときに、まあ、かなりですね、驚かれると思うんですね。まあ舌が黒いということなんですね、一部。こちらはですね、まず原因から特徴を覚えることが重要なんですね。こちら全身疾患、胃腸疾患とかですね、関係あるとも言われてますけども、試験的なところで言うとですね、筋交代現象ですね。で、そしてよく試験ではですね、国毛舌を引き起こす、可能性がある代表的な、薬を2つ選んでくださいと。そして抗菌薬とステロイドの内服ですね、これを答えとするというのが非常に多いんですね。ですから皆さん、まず国毛舌イコールステロイドの内服、抗菌薬の内服、これをしっかりまず覚えてください。そしてなぜ黒いのがですね、舌に目立つのかってことを考えていくんですね。こちらはですね、まず黒いっていうことですね。こちら細菌の色素とかですね、また喫煙のタバコ、そしてさまざまな食品の影響も受けると言われています。そして実際になぜ目立つのかというとですね、こちら歯状乳頭、こちらの角化の更新ですね。そしてこの乳頭の伸長です、伸びるということですね、延長するということです。ですからこの乳頭が伸びてですね、また角化して、そこに色がつけばですね、こちら目立ちやすいということになるわけですね。で、こちら症状はじゃああるんですかというと、通常は見られないんですね。通常の症状はない。でも通常ってことは、じゃあ通常じゃないこともあるわけなんで、そういう時は例えば極端に長いですね、歯状乳頭、先ほどとおり延長しますので、すごい長かったりすると不快感あったりとか、まあそういったことはある可能性はありますよね、まあ一部の方。そしてでは治療はどうするんだというとですね、まあ疾患というのは原因があって結果があることが多いんですね。そのうちの一つとしてはこの、抗菌薬ステロイドですから、こういったものの変更とか中止、そういったものになります。またですね、ガン素剤も用いたりするんですね。国語舌はですね、このようにポイントを押さえてですね、しっかり勉強するとですね、かなり試験には出やすいところですので、得点源になります。東京レンタルスクールでは1年生から6年生、そして国家試験浪人生、マンツーマンの個別指導で週1回、例えば2時間や3時間、教室での授業はですね、マンツーマンの性能講師陣と、例えば平日の夜とかですね、土曜日、日曜日、祝日、こういったところで、マンツーマンの個別指導を受講いただきます。こちらまた執筆させていただきました歯科ナビという書籍がありまして、こちらはですね、全科目が一冊になった、教科書です。こちら例えば2年生とかから、基礎科目習っている時にいろいろ習うけど、実際どこが特に重要なんだろうとか、将来覚えていくべきものは、そういった指標になります。また CBT の、確認、そして6年生では総仕上げですね、歯学部生としての総仕上げとして、で国家試験では必修や領域対策として、ご好評いただいてます。こちら全国の書店やですね、またオンライン書店などを発売されておりますので、最新の版をですね、確認していただければと思います。また、こちら東京デンタルスクールではさまざまなですね、臨床実地問題集、正問題集などを発売しております。ぜひ一度東京デンタルスクールのホームページをご覧いただきですね、またこちらチャンネル登録もいただけましたら、こちらさまざまなですね、情報、講義、ご提供してますので、ご登録いただければと思います。東京レンタルスクール岡田でした。